はい、皆さんこんにちは。チャンネルダットのお時間です。大事です。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、前に予告したワンピースフィルムレッド、こちらをね、見てきたんですよ。初日に見てきたんですけども、前回はねネタバレなしの見に行った方がいいよっていう解説をさせていただいたんですよ。で、今回はネタバレを含んだ感想をねちょっと言っていきたいなと思っています。そして最後には、これはね考察というか妄察というか妄想なんですけど、シャンクスが、どのようになっていくかっていうのをねちょっと妄想してみたので、最後はそちらの話をしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ワンピースフィルムレッド、見てきたわけなんですけども、これねいただいて、こちらね、こうかこうですね、はい、こちらいただいて、ワンピースフィルムレッド、40億巻ですね。40億巻、これ初日行ったらいただいたんですよ。まあこういう感じでいろいろ中身はねいろんなこの情報というか、まあ映画のね戦闘服のステッチだったりとか、まあ、そういうのがいっぱい書いてあるんですけど、最後の方にはね、今回、歌ですね。この歌が、結局7曲歌ってましたね。歌の歌唱パートは、アドさんが、歌ってるんですけども、7曲ありました。まあ映画初めから振り返っていくと、もう皆さんこれは聞いたこともあるんじゃないですかね。新時代っていう歌でね始まってったんですよ。もうねなんていうのかな、初めからものすごくテンション上がる曲で、本当に、前回のネタバレなしの動画でもお話ししましたけども、アドさん好きにはきっとたまらない、たまらない歌だったんじゃないかなと、でそのままねずっと、歌さんの歌が、歌さんじゃないよ、歌の歌がね、最終的に7曲歌われるんですが、もうどれもね全て有名なアーティストの方が、作られてる曲で、それを見事にね、アードさんってすごいね、うっせぇは出てきた時もねすげえと思ったけど、ほんとすごい、なんつうのかな、すごいね。あんな大音量であんま聞いたことなかったんで、まあ映画館ってやっぱり大音量じゃないですか。もう今回本当にちょっとミュージカルチックにこう話進んでいくんで、前半はね、歌のコンサートから始まっていくんですけども、もう本当に歌すごくてね、ちょっと引き込まれていくような感じですね。で戦う場面が、ちょこちょことこう出てくるんですが、まあそこでもこう歌いながら曲に合わせて戦闘シーンとかが、進んでいくので、本当にねだから前回の動画でも言いましたけど、歌のだからアドさんファンにはねたまらないこう映画なんじゃないかなって本当に思います。もうそういう方にはねぜひ見に行っていただきたいなと。で今日はねネタバレありなんで、あでもねこのネタバレありを見たか見ても、映画見てなくてこれを今日の動画見ても全然いけます。全然楽しめると思うんでね、その辺は安心して聞いていただきたいなと思います。歌が、トットムジカっていう歌を歌ってしまうと、古代の、魔物っていうのかな、魔物がトットムジカっていうんですが、それが結局大ボスとして、大ボスというかワルですね。今回の、まあ、こちらにも小田先生書いてましたけど、トットムジカが唯一の悪であると。で歌は何も悪くない、自分の信念で、まあいろいろこうやっていく、まあ結局歌の能力ね、歌の身でしたね。はい、やっぱり本編と映画っていうのはどうやら別物らしいんで、まあパラレルワールド的な多分扱いだと思うので、おそらく、ね、本編にはまあ歌は登場してこないのかなってちょっと思うんですけども、まあ、歌の身ということ、歌ワールド、歌を聞くとねみんながこう眠って歌ワールドへ行ってしまうという設定なんですね。はい、で、今回はまあレッドっていうぐらいですから、シャンクスね、赤髪のシャンクスが、どういう風に出てきてどうなるのかなと、前回の動画でも言いましたけど、シャンクスってあんまり
こう25年もワンピースやってますけど、あんまりこう戦いのシーンとかもね、そうない、あんまりない、まあないですし、ほとんどね、そんなに出てきてないわけですよ。まあ、これがまあ今回、まあ映画の中でドーンと本当後半めちゃくちゃ出番があって、めちゃくちゃ戦闘していくと、赤髪海賊団が、戦闘するっていうシーンが描かれていて、赤髪海賊団のね強さとかも、本当に分かる、判明するっていうような、映画になってましたね。そのねトットムジカっていう、まあ、魔物ですね、魔物が、結局現世と、歌ワールドとどっちでも両方で、両方の世界で同時に同じところを攻撃して倒さないと結局解放されないっていう設定になってたんですね、はい、ですから、ルフィとシャンクスは、共闘するんですけども、全くもって、会う子、まあ、本編でねいつか麦わら帽子を返しに来いって言って、まだ会ってないじゃないですか。いろいろルフィが気絶したところとかに現れてますけど会ってない。そんな中で、今回の映画の中でもシャンクスとルフィは、会わないというのは保たれていましたね。まあ、会っちゃったらやっぱりちょっとがっかり、いくらパラレルワールドでもやっぱりそれはちょっとね、25年間ずっと、まあ、読者さんとかワンピース好きな人はちょっとあんまり嬉しくないのかなってことなんで、それはそれで良かったなっていう感じなんですね。でもルフィとシャンクスは共闘する、まあ、その辺がねすごい良かったですね。最後ラストも戦闘シーンで結構長く、長い時間戦闘シーンに費やされてまして、それが本当に良かったです。良かったポイントですね。あ、そう、もう一つあれですね、僕良かったなと思ったのはね、やろうども気合入れろっつって、こう現実世界でシャンクスが言うんですよ。そこでこう戦いになっていくんですけども、まあ、そこすごい良かったですね。おー、シャンクスやる気やんみたいな、ね、それがねすごく良かったね、はい、すごいなんか、おー、シャンクスやっとここで戦うのねみたいなのが、あの時ちょっと良かったな、グッときたシーンでしたね僕はね、はい、そう。そしてヤソップっていう、ウソップのお父さん、ウソップとヤソップが結局見聞色をお互い使って、現実世界と、歌ワールドの中で、同じ袖術として、どこどこ狙え、あ、右足狙え、ここ狙え、ここ狙えつって、まあ自分それぞれの、世界での、サンジとかね、ゾロとかね、はい、みんな無事に一尾と赤髪シャン、海賊団が、まあ、そこにビッグマム海賊団のオーブンと、肩こりも出てましたけども、そういうのがどんどん同じところを攻撃している。最後にルフィと、シャンクスが同じところを攻撃して、倒すという、ね、もうすげえ熱い戦いでしたね。はい、ほんとね、こんな喋ってたらまた見に行きたくなっちゃうなって、思います。はい、とてもね本当にね、まあ前半はほんと、本当にアドさんのコンサート行ってるような感覚で、まあ、そこにルフィたちがいるっていう感覚ですかね。で後半はもうシャンクスとルフィの夢の共闘に、なんか心が躍るというか、まあ迫力にこう飲まれていくというか、まあそんな映画だったなっていう感想を持ちました。はい、で最後はちょっとね、前半一番初めに言いましたけども、シャンクスがこの後、ルフィとどういう風に本編の方では絡んでいくのかなっていうのをちょっと妄想したんですね。まあ、自分はこうだったらいいなっていう、妄想です。それをね、なんか形に残しておきたかったんで、まあ、根拠がどうこうと、まあ、考察じゃないんで完全に妄想なんで、どうなったら自分は面白いかなっていうのをねちょっと、ご紹介させていただければなと思います。で、前回の動画でも言いましたけども、シャンクスは絶対いい人です。これね間違いない。今まで、本当にシャンクスって二人説とか二重人格説とか、悪い人かいい人かみたいなので結構いろんな考察があって、でもやっぱりシャンクスってワンピースの始まりの時に出てくる
一番初めに出てきて ルフィに無理やり帽子をねこう渡した男なわけですよ。そのルフィに託してきたっていうことで物語が始まっていって、まあでもいろいろシャンクスってあんまり登場しないからそういった考察が出たりとかしてましたけど、この映画を見て思いました。間違いない、シャンクスはいい人です。絶対にシャンクスはルフィの敵になることはないです。はい、もし敵になって戦う場面があるとするならば、シャンクスは、ルフィに自分を超えていけとか、まあ、そういった意味合いがない限りは絶対に、シャンクスは、敵にはならないと思います。見守り続けてるのが、シャンクスという男だということが今回判明したと思います。はい、シャンクスはずっといいやつだったと、ルフィの成長を見守り続けてる男だと、いうのが今回分かったなと、思います。そして、今後ねこのシャンクスがルフィに本編の、ね、物語でどうなっていくか、それはね私が思うにですね、これ考察じゃないですよ、妄想ね、こうなるんじゃないかな。このねワンピースレッドの40億巻の、最後の方にね、歌の出生からの解説みたいなのが載ってるんですよ。何年前何年前ルフィ、何年前ルフィと会ってとかで、この映画の、最後のところまで書いてあるんですけども、それで一番最後にね、もしかしたらシャンクスもシークレットって塗りつぶされてるところがあるんですね。で以上です、よろしくお願いしますって、小田先生シークレットってしてるんですよ。でこれねこれも踏まえて考えると、シャンクスはおそらくルフィに直接麦わら帽子を返しに行くんですが、シャンクスはその前におそらくルフィのためにシャンクスは死ぬと思います。はい、この後最終章で先にシャンクスは多分死にます。はい、で俺最終回はおそらくシャンクスのお墓にルフィは麦わら帽子をかぶせるのがラストだと思います。ルフィじゃないシャンクスのお墓に、麦わら帽子を返す、これが、ワンピースの絶対最終回だなと、思っています。はい、考察じゃないんで、根拠とかじゃなく、でもまあこれ一つの根拠かな。シャンクスももしかしたらって書いシークレットなんですよ。で今回多分この映画の中で、歌の計画は失敗してそれでよかったけど新時代を誓い合ったルフィが生きていきますって書いてあるから、多分歌は亡くなってると思うんですよね。はい、ということから考えてやっぱシャンクスもおそらく、亡くなると思います。はい、エースがねルフィのお兄ちゃんのエースが亡くなった時と同じような感じで、まあただもうルフィは、力もすごい強くなってますから、エースの時のようにもちろんショックはあっても、あんなガーって仲間だよっていう名シーンのねああいうのはなく、多分それを受け入れて、敵に向かっていくんじゃないかなって予想します。で最後は麦わら帽子を、シャンクスの墓に返すっていうのが多分最終回だと、私は予想しています。はい、まあそんなわけで、まあワンピースフィルムレッドのねネタバレありの、感想でしたけども、皆さんねまだ見に行ってない方はこれ見てもね多分やっぱね映画館で、前回の動画で見ましたけど映画館で見た方がいい映画だと思います。迫力が今回すごいので、まあテレビとかビデオ出てから見てもいいんですけど、でも映画館の方がやっぱ音がね絶対間違いなくいいんで映画館で見てほしいかなと思います。はい、ワンピースのね、お話なんてあんまりね、今までしてこなかったんですけど、まあうちにはねアニメ業界で働いてるメンバーがサクちゃんってのもいますからね、まあこんなのもね、少し今度あれで見ようかなと思っています。それではまた、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。今こそ掴み取れ熱く燃える想い、夜の空